どうもか、こんばんは、カセットの回答ボーカルのルッキーです。すいません、早速噛んじゃって。何なの？申し訳ない、申し訳ない。まあ、今日はね、はい、今週来週と、はい、我々 B 型2人がやるので、はい、借り出されちゃった感じですね、はい、まあ収拾つかない感じになるかもしれないですけど、はい、まあよろしくお願いします。お願いします。はい、で、この番組ではですね、毎月日常においての疑問をテーマに掲げまして一緒に考えていこうという番組になってます。で、1月のテーマは夢、新年会、怒りと、まあ、この3つがテーマになっているということで、うん、まあ、いくつか来てるので、うん、それを随時、いきつつ、あとは曲リクエストですね、はい、曲リクエストもいっぱい来てるので、そこをも入れつつ、はい、楽しく1時間やっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。お前誰に向かって話してる。いきますよ、はい、いや、でも早速いっちゃおうかな。じゃあ、はいはいはい、じゃあ怒りからいきますね。怒りから、はい、リングネームめぐみさん、はい、るきさん、かいさん、こんばんは、まあ、怒りメール送ります、うんうん、最近よくニュースで見るんですが、うん、SNS などで注目されたりとか、閲覧者数を伸ばしたいとか、いう理由で迷惑行為をして、それを動画で流している人たちいますよね、いるね、と、あれは許せません、はい、コンビニのおでんをツンツンしたり、チェーンソーを振りかざして運送会社に乗り込んだりと、うん、大の大人がそんな幼稚な考えで世間に迷惑をかけているのが同じ大人として恥ずかしいです、うん、るきさん、かいさんはこの件をどう思われますかと。見たことある？え、そのニュースでしょ、ツンツン。でも、もう見たことある。もう絶句だよね。何も言えないって。俺ツンツン何回も見ちゃった。うわ、まあいるんだね。なんだろうね、あれは。どういう心理なんだろう。いや、わかんない。そのリツイート数を伸ばすっていうのは、うん、なんか違う意味になるよね、そのツンツンは。炎上させたい、炎上させたいんで、目立ちたいんで、悪目立ちをしたいんでしょうけどね。どうもあれ思われても関係ないってこと。いやいやいや、もうやってるのは悪いことだってのはもう十分承知してるけど。あれね、謝ったりしたのかな。してない、してない。その後の謝りの動画がまたムカつくんだ。あ、そうだ。それ見てねえよ、俺それ。なんか、こう、茶化したような感じに謝ってますよ。親は？親の顔、親はなんか、なんだっけな、うちの子、いや、ダメなんですよ、みたいな。あ、そういう感じで一瞬出てた。分かってる感じ。あ、そうなんだ。確かね。いやー、これはね、まあ、なんだろうな、まあ、まあいいことじゃないよね、うん、少なくとも間違いなく、そのなんつうの、なん、人に迷惑をかけるっていうところがね。なんでコート着てるの？ちょっと寒い。ちょっと寒い。ね、人に迷惑をかけなければまあいいんじゃない？って思う。その、自分が炎上する分には別にさ。いや、もう個人が。そうですよね。ツイッター難しいですよ、結構。インスタグラムってあんまり炎上も何もあんまない感じだけど。うん、そうですね。うん。なんか、ね、俺はあんまないけど、うん、なんかやっぱなってる人いるもんね。まあね、うん、まあついこの間もありましたけど、なんかそういうの見るでも面白いですよね。はいはい、まあ見てる分にはね。はい、まあそんな感じで、はい、ちょっと曲リクエストいきましょう。はい、曲リクエスト。はいはい。どれだ、これか。はい、違う、これじゃない。ごめんなさい、どこ行った、どこ行った。あ、これだ。はい。じゃあ曲リクエストいきますね。はいはいはい、はい、リングネームゆうさん、はい、ルキさん、カイさん、こんばんは、曲のリクエストです。ガゼットのリメンバージャージをお願いします。はい、ルキさん、お誕生日おめでとうございます。はい、ルキさんへの愛を語るとこのメールだけで今日のラジガゼ終わっちゃうので、ギュギュッと凝縮しますって書いてありますけど。うん、何、ギュギュッと凝縮されすぎてなくなっちゃってんじゃん。なくなっちゃった。なくなっちゃってる、うん、はい、じゃあそれでは聞いてください。はい、ガゼットでリメンバージャージ。引き続き、怒りコメントいきます。お願いします。リングネームかすみさん、るきさん、かいさん、こんばんは。毎週楽しく聞いております。1月のテーマが怒りということで、私が日常で感じていることを聞いてください。うん、私は某カフェで働いております。女性のお客さんが多いんですが、レジで注文するときに友達同士でどれにする、サイズはホットアイスと長々と相談し始めることにイラッとしてしまいますと、うん、そして大抵が、あ、それにするんだ、でも私はこれにしようとなるので、相談する必要あったのかと、疑問に思ってしまいます。うんうんうん、何を頼むかなんてその時の気分次第だと思うし、後ろに
他にもお客さんが並んでいるので、いいから自分の飲みたいものを頼めばいいじゃんと思ってしまいますと、はいはい、他にも明らかに私より年下なのにタメ口で話しかけてくるお客さんがいたり、お会計の時に私が払うよ、いいよ私が払うよ、これでお願いしますと競い合うような、競い合うように二人してお金を出されたりするとどうしていいか分からずうんざりしてしまったり全部あげたらキリがないんですが、こんな小さなことでイラッとしてしまう私は短気すぎるんでしょうか。だって短気だね短気で、これは短気だろう。これいいじゃん。わかんない、某カフェの店員がそう思ってると思うとゾッとする、うん、確かに確かにね、だって自分がよく行くカフェがの店員がね、そう思ってると思う。あまりにもあれだったんだろうね、うじうじしてたんだろうね、まあ、でもわかんないよね。接客業似合わないんじゃないのこの子もしかしたら。いや だったらさ、並んでる時に選べるような仕様にせえやと。まあまあまあね、まあそのあまりにもな人はいるかもしれないけど、うん、まあこのぐらいはいいんじゃないのって思ってしまう自分はいる。いるよね。いる。ホットかアイスぐらいは、あ、要はでも友達と一緒に決めてて、うん、自分で選べやっていうことでしょ。あ、まあそれはわかる。なんとなくそのうん、てかそんなもんはここで言うなっていう話でしょ。要はまあレジの前で言うなってことでしょ。まあそうだね。後ろにも並んでる人がいるから。いるから、まあそうなんだけどね。まあ、でも、まあね、なんかそれも楽しいんでしょ。まあ、いいんじゃないの。それも楽しいんでしょうよ。いいんじゃないですか。まあでも、後ろに並んでたらイラつくけどね。まあ、客はね、うん、そう、客が客にムカつくのはわかるけど、うん。俺らはムカつくよ。そう、店員さんがムカついちゃダメっすよ、うん、俺は、うん。はい。いや、ムカつくでしょ。ムカつくな、これ。はい。はい、次。食パンの耳さん。はい、ルキさん、カイさん、こんばんは。わ、ルキさん、誕生日おめでとうございます。はい。2月1日にルキさんをお祝いしながら一人でケーキを食べることにしますと。はい、そして、怒りというテーマということで、私の最近一番怒ったことを書きます。はい。2週間前に急に彼氏から連絡が薄くなり、今会っていて携帯を見たら、元カノと電話したり、LINE したりしていて、震えが来るぐらい怒りました。私は何かしたっけと思えるほどいつも通りにしていた中で急に起きたことだったので、びっくりしました、うん、彼氏は B 型で、うちさんとカイさんと同じ血液型なので、うん、何か彼氏がこう考えてたんじゃないかなとか、あったら教えてください。本当に切実にお願いいたします。俺の誕生日を祝いたいのか B 型をディスりたいのかどっちだ。ディスってるね、かなりディスってるけど、いやこれはまあ別に B 型関係ないだろ。まあ、あ、いやでもだから B 型的にはどういう感情でやってらっしゃるのかって感じだね。わかんねえな。もしその元カノがなんか元々友達とかだったら、うん、わかんない、ちょっとしちゃう時もあるかもしれない。あります、元カノと友達とか。いやーどうかな。いやあんまりないけど、経験としては。でも B 型ってどっちかっていうとこう、うんうん、なんかあっち行ったりこっち行ったりってあんまない気がする。あ、しないしないしない、しない、ね、それはないと思う。だから浮気かなきついきついぞ、それは浮気になっちゃうのかな。あ、そういうことね。うん、お前の観点からするとこれは本気じゃないかと。どっちかって、まあ浮気一途なはずだから B 型は。だからまあ下心があるかなあのなんか中途半端な感情では動かないよね。ああそうね。うん、あ、いやどうかな。まあ浮気かないや僕笑うと失礼だけどね。いやいや、もう失礼な話なんですけど、でもまあそういう目で見てあげた方がそういう目で見た方がいい。 B 型だもんね。まあね、 B 型もいろいろありますけどね。カイ君は多分そういうやつだ。俺ゲスじゃねえかいやー、うん、そうね、うん、まあそうでしょ。聞いてみたら聞いてないじゃん。 B 型なんでも言うよ。いやだから B 型そこでまた嘘つきそうだからどうしようもねえ、嘘つきそうだから結構難しいと思う。判断するのは難しい、はい、まあ頑張ってください。はいこれ曲リクエストいきますか、じゃあ曲リクエストいきますよ。はい、はい、リングネームめぐみさん、ルキさん、カイさん、こんばんは。こんばんは。曲リクエストお願いします。はい、リンキンパークのバレンタインズデー、バレンタインといえば明るいハッピーな曲が多いですが、その正反対をいくこの曲がとても気に入っておりますと、ぜひお二人も聴いてみてくださいということで、はい、では聴いてください。リンキンパークで違う。いやいや、なんでだろう。
なんでリンキンパークが出てきたんだこれ。イシューズでしょ。なんでリンキンパークが出てきたのこれ。構成表見て行かないわけ。もう一回いきます。いきます。リングネームトリリンさん、はい、ルキさんカイさんこんばんは。曲リクエストお願いします。はい、イシューズのフーリンガン、フーリガン。フーリガンズ。お願いします。あ、いや伝説だわこれ。なんそれ今。フーリンガンズ。フーリガンズ。カイさんがこのラジオで、ラで流す曲がいつも自分のツボにハマる曲が多くて、最近は海外のロックも聴くようになりました。最近もカデットの次にこのイシューズにハマってるのでかけてもらえたら嬉しいです。はい。じゃあいきますね。聞いてください。イシューズでフーリガンズ。はい、聞いてもらったのはイシューズでフーリガンズでした。はい、これ新年会っていうのが1個来てて、はい、新年会ちょっと読みますね。まあそう1月だからギリギリだよね。新年会の話。あ、明けましておめでとうございます。あ、明けましておめでとうございます。でも、うん、あ、じゃあ俺らはそうだ、そうか、うちらは明けましておめでとうございます、ね、そうそう、新なんかね、収録は初めてなんでね、うん、今年。そうだね、よろしくお願いします。今年もよろしくお願いしますね。はいはい、ってことで新年会いきますね。読んでください。リングネームリーちゃんさん、ルキさんカイさんこんばんは。こんばんは。1月のテーマが新年会ということで、うん、この間新年会という名の合コンをしました。新年会っていう名の合コンをしました。始発の電車が出る時間になったので、うん、みんなより先にお店を出て駅まで歩いていたら、うん、1人の男性が走ってきて、うん、見送りに来てくれたんだって。その一緒になった人が、うん、で大変申し訳ないんですが、私はそんな人を見ね、男の人を見て、うん、無理、気持ち悪いって思ってしまいました。ほう。普通ならキュンってするところなのかなっても思うんですが、私はどうしても無理でした。こんな私はダメな女なんでしょうか、嫌な女なんでしょうか。あ、それあれだね、闇深いやつだ。もしお二人だったら見送りに行きますか。あのさ、うん、タラレバ娘、タラレバ娘だっけっていう漫画知ってる。知らない。まあそういう合コンとか行ったりして、うん、なんかこう自分の中で男をこう査定するような女なんだけど、ちょっとそれ臭い匂いするな。査定はしてないじゃん別に。してないけど、うん、キュン、こういうのやってキュンとかするのかなっていうワードが。ああ、なるほど。いやキュンとかしねえから普通。うんうん、普通ダッシュの駆け足聞こえてきたらみんなびっくりするからね。え、お前どっち派。どっち派。俺は女の子派ってこと。ね、女の子の気持ちもわかるんだけど、うん、それを私は普通じゃないんじゃないかなって言ってる感じがしちゃったんだよね。ああ、その計算高いんじゃないかっていうの、うん、その、なるほどね。だから、でも私の中では気持ち悪い。いや、これでも文面で出てるな。出てる感じするんだけど、どう思いました？だって合コン行ってんでしょ？いや、俺もそう思う。合コン行ってんでしょ？合コン行っといて、ダメ、気持ち悪いっていうのは、ね、それは合コン行ってる理由と直結する気がしますね。あー、なるほど。しません？いや、する、する、するわ。する。そう言われると。だから俺は、走ってきた男の目線で見てるけどね。あー、なるほど。いや、でもどうかな、ちょっと深読みしすぎってこともない。はそんなことない。そんなことない。そんなことない。お前はどうなんだよ、じゃあ。いや、俺は全然、何、その、気持ち悪いとかって、どの口が言ってんのみたいな。ほら、よっぽどひどいこと言うじゃん。いや、ごめん、この人は知らないけど。だから、キモいとか言うのはやめなさいよ。そう、それよくないよ。まあ、言ってはいないで、キモ、思ってたけど。例えばキモかったとしてもね。うん。キモかったとしても、そうやって言ったことによって、うん、いや、まあね、まあいいじゃん。せっかく見送りに来てくれたんだから。じゃあ、お前が合コンに行って、うん、後ろから、女性が、ガラー走ってきたら、うん、なんて言うの？うん、ありがとう。じゃあ。いや、つまんない。ちょっと気持ち悪いから。ちょっと気持ち悪いな。わかるっていうこと。ごめん、わかるわ。はい。はい。はい。で、はい、じゃあ、ちょっとね、フリーのメール、読んでいきますね。はい、はい、はい。リングネーム、リーマルムさん。はい、ルキさん、カイさん、こんばんは。うん、そして、ルキさん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。お二人は B 型コンビなんですが、お互いにここは合わないと。
とか分かり合えないなど、思ったことありませんか。私の家族は全員が B 型で、しかも全員タイプの違った B 型です。なので恐ろしいほどに協調性がなくぶつかり合いますと、お二人の B 型ならではのお話をぜひ聞かせてください。だってそうですかね。結構分かるところは多いけどな、俺は。僕はないな。理解を、おい。いや、理解、こう、なんだ、理解できるな。ああ、まあまあまあ、まあ。わかるな、ね、それっていうことの方が俺は多いけどね、お前の話を聞いてて。ああ、なるほどね。うん、そうだね。まあ、だけど、でも俺は、あなたが、なんか怒ってる時とかの、あれを見ると、なんかこう、反面教師じゃないけど、あ、自分はこうならないようにやろうと思うけどね。お前もよく怒ってんじゃん。いや、だから、その時にふとお前の顔が浮かんできて、あやめろよ。もしかして今、カイ君みたいに見えてんじゃないか。やめろよ。いや、そんな変な怒り方はしないですよ。まあ、B 型はいっぱいいますよね、タイプが。います。まあ、嫌いなタイプの B 型もいるしね。いますね。あの、シンさんいるじゃん。うん。カグラの。うん。あの人 B 型なの？あれ、シンさん B 型なんだ。めっちゃ B 型だよ。うん。だから B 型、どの辺が？ B 型だと思った瞬間、あれだったもんね、なんか。あれ話聞いてますね。後ろからパシッ。なるほどね。そうなんですよ。ああ。だからやっぱ B 型ってね、基本やっぱお話も聞きませんし、話してる途中で興味の対象ずれますし、ずれるでしょ。そうね。ずれる。間違いなくずれる。なんかさ、自分がさ、ガー話してさ、結構、じゃあ長い間話をするんじゃん。熱くなって、うん、途中でパッてする時期があったらさ、ちょっと帰れなくなってない。そう、熱がね、冷めるとね、そう、冷めるもうちょっとこの話やめたいな、そんな。やめたいな、とか。なぜかなっちゃう。はい。なんか、あの、気に入らないところない？何が？俺の B 型として、なんで俺、お前も B 型なのにこうなのみたいなとこある？ない。あ、ない。よかったよかったよかった。うん。俺もないから。いや、だから、レータとかが別に言ってる、あの、忘れ物とかの流れとかで、俺も一緒に、まあ、そうね。あの、何？そうだね。俺も言わないといじめられちゃうみたいなとこもあるけど。そうだね。え、そうだね。いや、だから、そういうのあるけど、別になんと思わないね。それも結構寂しいな。別になんか忘れ物してるからとか言っても、ね、もう無だね。ああ、まあまあ、自分も言えないからっていう、なんか、頭ではいるからね。お前さーとか言ってるけど、無。無だし、お前があの空港でチケット忘れた時も無だったよ、ね。空港内で本名呼ばれてるからね、俺。そうそうそう。って言われたらね。恥ずかしかったよ。はい。だから、B 型は無です。無です。はい。無です。はい。まあ、まだいくつかあるんですけど、うん、送り先を言ってなかった。ごめん。全然言ってないよ、ね。送り先を言ってなかった。そう。何回も言えよ。送り先を言ってなくて、うん、今言っていいですか？俺以下だよね、あの、メールは、ラジガゼアットマークインター FM.jp、ラジガゼアットマークインター FM.jp、はい、ツイッターはハッシュタグラジガゼ897、ラジガゼはカタカナでつぶやいてください。もうこれ、決まったこれをね、必ず言わなきゃいけない。俺言うの忘れてたわ。忘れてた。こんな何言ってたの？忘れてた。じゃあまあここで曲リクエスト行って一回ちょっとリセットします。はい。はい、ね、私からのおすすめの曲。今日は一曲。これちょっと意外だったんですよね。あ、ほんと？最近ちょっとよく聞くんですよ。なんでですか？なんだろう？なんか、最近、こんなに言う人知ってたけど、最近また出てきた。いや。いや、最近出てきたって、なんかさ。いや、これ知ってたけどね。干されたわけじゃないんだけど、最近またほら、ちょっとあの、活動を活発にされてきたじゃん。いや、お前面白い。最近活発にされてきたからね。あの、宇多田ヒカルさん、昔よく聞いてたんだけど。うん。あの、ずっとちょこちょこ出してる。いや。俺が目につかなかっただけかも。本格的に活動し始めたっていうことですよね。最近出てきたじゃんとかっていう。しかもでも、お前が選んでる曲はそうじゃないやつだ。いや、だから昔の、そう、昔の曲をね、ちょっとこう、ね、あの、宇多田ヒカルさんでね、光っていう曲を聴いてもらって。はい、いきます。宇多田ヒカルさんで、光。はい、聞いていただいたのは、宇多田ヒカルさんで、光でした。はい。はい。で、はい、怒りっていうのがね、一個。光じゃなくて。怒り。怒り。はい。はい、あります。リングネーム、うん、ゆうまさん。
はい、ルキさん、カイさん、こんばんは。テーマ怒りということで、前々回の青井さん、レイタさんの時の店員さんの話を聞いてて思い出したことがあったので、メールを送らせてもらいました。どうしよう、その話聞いてないんだけどな。いや、聞いてないけど。2年くらい前のことですが、コンビニに行ったら入った瞬間、店員さんになぜかすごい眼をつけられました。コンビニね。はいはいはい。店員さんに。うん、で、最初は勘違いかなって気にしてなかったんですけど、あからさまに見られてる感じでした。うん、その頃、襟足を緑にしてたんですけど、その人がもう一人の店員さんに、私、この辺、髪赤く見えませんって、私の方をわざとらしくチラチラ見ながら言ってて、はい。店に入った時点でちょっと気分悪かったので、見えねえし普通の茶髪だし私の緑に対抗でもしとるんすかって内心思ってました、はい、なるべく気にしないようにしてレジに行ったら、いらっしゃいませも合計金額がいくらになりますもありがとうございますも何も言わないで無言だし、おまけにレジの間も終始睨まれっぱなしでかなり腹が立ちました、うん、合計金額言わないからレジまだ終わってないと思って待ってたら、うん、早く金出せやって今にも言い出しそうな顔をしながらさらに睨まれるし、さすがに我慢できなくて、お金を置くときバンって置いて荷物バッて取って出てってやりました、うん、あまりの苛立ちに態度の悪い客になってしまった私も悪いんですが、うん、ここまで態度の悪い店員もいかがなもんかと思いました。お二人は腹が立つほど態度の悪い店員に遭遇したことはありますか、うん。長文になってしてもらってすいません。もう、噛むっていう領域じゃないよね、もう。え、あなた。いやいや、じゃあ大丈夫かなってレベル。いや、あのね、これ行が分かんなくなんだよね。カタカナって書いてある。いや、どこを読んでるのかな。いや、でもこの人我慢強いね。なかなかね。そんなもんいきなりコンビニに買ってられたらってなんだよって話なんだ。俺多分声かけちゃうよ、こんなのだったら。こんなことされたら。ああ、どうだろうね。あんまりムカつくとか正直いっぱいありますね、コンビニの店員で。うん、俺この前あのさ、コンビニ行った時に、したらさ、なんかおでんってあるじゃん、こう、したらおでんが爆発したのよ。は？あのおでんの機械がなんかあの沸騰して、ブンってブンってなったの、それがかかったの。あ、はいはいはい、したらクスって。で、俺はその家の近くのその店員めっちゃ嫌いなの俺、うんうんうん、すげえ身長180ぐらいあって、ずーっとマスク捨てて眼鏡かけてて、うん、なんかもうひどいのよ。男の人、男の人でもうなんか最高な感じの人がいて、うん、でそれパンってやって、うん、ついてさ、あちってなるじゃん、うん、謝んないわけ、うん、だからもうレジ払う時に「いや謝れよ」あって言ったの。言っちゃったの、うんうん、もういいやと思って。そしたら。イラだって、クスとかやってるから、謝れよっていう話になって、したらなんか、すいませんとか言って、そっから、あ、むかつく、むかつく、むかつく、店長出せってなるんだけどね。って思うんだけど、まあでも、よく我慢したね。そうね。あの、だから、コンビニの店員の人ってさ、やたら、プロい人いるでしょ。あ、うまい人はうまいけどね。わかる？うん。前住んでたとこのコンビニの人がめちゃプロかったのよ。うん、なんだろう、気軽にもできちゃうコンビニだから、店員だからいけないってこと。だからこの安い給料で働いてやってんざぞ感はやっぱあるっぽいですよ。いや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 、それはまずいでしょ。いるもん。社会人として。いや、いるもん。いやいや、いるんだろうけど。うん、いやー、でもね、襟足緑でコンビニ行ったらそうなるか。いやいや、それ関係ねえんだ。いや、まあ多分実際そこに目つけられたんだと思うけどね。いやー、でもまあ、まあね、かわいそう。わかりますわかります。その気持ちはわかります、うん、あとそのお前の家の近くのコンビニちょっと行こうで帰り。ああ、マジで、あそこのね、わかる。あのこと、マジ夜行ってみて、ほんとムカついたから毎回だよ。昨日もムカついたんだから。よし、常に行くぞ。マジでね。よくわかんねえよ。じゃあ、フリーのメールに戻ります。うん、リングネーム、マッチョより普通にポチャが好きさん。うん、ルキさん、カイさん、こんにちは。はい、お疲れ様です、テーマと関係ありませんが、質問です。うん、最近よく遊ぶ男友達に、うん、いつもエロい格好で来てねと
言われます。お人それぞれ好みはあるでしょうが、うん、エロい格好の定義が難しくて困っています。はいはい、葵さんは、うん、白いニットがエロいとおっしゃっていたんですけども、うん、あれから3着白ニットを買いましたが、うん、この男性はゆるっとした白ニットにはキュンと来ないようでした。お二人はどんな格好にエロさを感じますか？またどういうポイントにキュンと来るのですか？本当に困ってるので教えてくださいと。まあ男友達っていうか、これまあボーイフレンドだね、普通にね、うん、だと思うよ。だよね。これ本当に友達だったら俺許さないよ、このメール。でもなんだろうね、別にその服でエロいわけじゃないからね。でもあるじゃん、格好でエロいのとか。ある？言ってごらん。今言ってごらん。すごいベタだって言われるからやだ。あ、いいよいいよ、別に大丈夫。ガーターベルト。全然ベタじゃなくてびっくりした。嘘、ベタだろ。ガーターベルト、いや、ガーターベルトが2杯。あー、それはね、言いそうな感じしたけど、2杯にこうつなぐ、まあいわゆるガーターベルトだよね。わー、ちょっと110番してもらっていい？いや、まあ、まあ、俺の気持ちは多分わかると思うよ、男性は。どんなやつが別にガーターベルトしてもいいわけ？いや、それは人は選ぶよ。そうでしょ。いや、まあ、それは人選ぶでしょ。だからやっぱりその、エロい人でしょ？エロい人、そう。足ね、足。うん、だから、足をエロく見せるポイント。ちなみにその、葵さんが言ってた白いさ、うん、要は、その、ハイネックとか、うん、タートルネックかなんかのやつってエロいと思う？下が、あの、ちょっとギリな感じだったら。そういえばこの前葵さんハイネック履いてなかったね。タドネコみたいな。着てた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 。自分も好きなんだから。多分ね。いや、でもあれじゃない？下がギリだったらそれは結構エロに繋がるじゃん。そうかなと思うけどな、俺は。いや、なんかどうだろうね。昔はそう思ってたけど、うん、そのチラ見せみたいな。じゃあ今は。今だったら。何にエロさを感じるの、お前は。格好じゃないんだ、じゃあ。だから今別にそのミニスカートである人って、てる人ってそんな少ないじゃん。うん、なんか。だからその、隠してる感じが、やっぱ僕は好きですよね。だからあのタイツとか。ああ。あの黒タイツの透け感とか。透け感とか。うん、ああ。じゃあ、目いかないじゃん。絶対。ミニスカートで働く、はい、あの歩いてる人に。行くよ。行くでしょ？行くけど別にエロいと。ああ、エロいとは思う。そういうお前みたいな目線では見てない。いや、別に見てねえよ。いや、だから、その人的には、だから、エロくなんなかったんじゃなくて、自分のボディ的にあんまりエロくないんじゃないかな、とか、キャラがさ、キャラがそのエロキャラじゃないんじゃないのっていう。あー、でも、エロい格好してきてねって。言われたんでしょ？言われてるんだから。だから、男の目線からしたら、こいつはエロい格好すればエロいくなるっていう。いや、だから、そしたらもうさ、こう、なんか、隠れてない下着捨てれば。隠れてない？スケスケってこと？いや、スケスケじゃなくて、もうなんかちょっとそこの、隠したい部分が空いてるやつ。それ、そういうのってエロさ感じなくない？いや、だからもう、なんか、そこまで行ってみて、だからもうなんか、パンツもなんかなんていうの、もう後ろはないのみたいな。なんか、俺どうやってついてんのみたいな。でも間違いなく、言えることは、あれだよね。全裸より、やっぱりチラ見せだよね。エロさって。やっぱし。うん、そうだね。見えないエロさって、やっぱり、あるよね、うん。あるあるある。そこに男はかなり惹かれると思う。すごいね、なんか。すごい、上層で語ってくる。くるんだね。いや。いや、だと思うよ。うん、男は、意外とっていうか、そうだと思う。まあね。だから、なんか、いや、なんか、エロエロしい。だから、エロい格好できてるっていう男もそうなんだと思う。いいじゃん。彼氏彼女の間柄だったら別に。まあね。うん、いいじゃん。まあちょっとこう、さ、こう、無意識にね、見せるとか、ちょっとこう、谷間見せちゃうとか、無意識にね。まあね。なんだ、そういうのね。若い感じしますよね。俺も若いな、まだな。さっきからずっとランプついてないけど、無視しないでもらっていいですか。ランプずっとついてるんですよ。いや、ごめん。分かった。いきますよ。はい、盛り上がっちゃったな。盛り上がってねえよ、別に。いきますね。リングネーム、めぐみさん。はい。ルキさん、カイさん、こんばんは。曲リクエストお願いします。うん、リンキンパークのバレンタインズデイ。はい。バレンタインといえば、明るいハッピーな曲が多いんですが、うん、その正反対を行く曲が、この曲がとても気に入っております。はい。ぜひ、お二人とも聴いてみてください、と。はい。いうことで、いきます。はい。リンキンパークで、バレンタインズデイ。
はい、聞いてもらったのはリンキンパークでバレンタインズデイでした、はい、急にマネージャーがなんか、うん、葵さんのパンツの色が見ちゃうとか、なんか聞いて前回盛り上がったんですよ、うん、気球の絵がどうこうどうこうとかって言ってたけど、へえ、なんで急にぶっこんでるのどうしました俺らのパンツが知りたいってこといや、でも葵さんいつも派手だよね。うん、派手だよ、なぜか。なんか後ろ穴開いてるやつ。いや、それまずいな。違った。ケツ見えちゃってる。帰っ、あなた、あなたのパンツも、あれだよね。なんか、なかなかだよね、なんか。俺はあんまり気にしないもん、パンツとか。うん。何でも履きますよ。はい。穴開いてようが。はい。穴、いきますよ。入らないだろうね。うるせえ。はい。リングネーム。ルッキー先生に教わりたいさん、何言っていうね、ルッキーさんに読んでいただきたいですだって、はい、読んであげて、はい、ルッキーさんに読んでいただきたいんですと言われたので読みますけど、はい、ルッキーさん、カイさん、こんばんは。こんばんは。ルッキーさん、誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ほんまに大好きです。関西ですね、うん、受験勉強の合間の最高の楽しみに聞いております、うん、センター試験で意外と緊張して無心で乗り切ったのですが、うん、お二人の緊張した時の対処法を教えていただきたいのです、大学の合格発表が周年ライブの前日で、合格したら最高のご褒美なのですが、落ちたら浪人なので全力で頑張ります、受験生に一言いただけたら幸いです、寒いですがお二人ともお体に気をつけてくださいと。はい、なんだっけ、うん、え、あ、緊張緊張緊張の対処法とか聞いてないんだね。緊張の対処法、対処法か、何がありますか。俺も聞きたいね。なんかね、この間ちょっと聞いた話なんだけど、うん、あの日本人って、うん、緊張してる人に対して、うん、精神論で言うんだって。いや大丈夫だよ、頑張れよ、うんうんうん、とか、なんか、なんだっけ、なんだ、なんか精神論、そういう形で精神論で言うんだけど、いや、なんか、あっさいな、なんか、なんとかなるよみたいな、なんかそういう、はいはいはい、うん、だけど海外の人ってそれ言わないんだって、うん、何かっていうと、うん、顎上げろとか、あ、なんつうの、こう、身体的なことを言うんだって。え、前を向けとか。前を向けとか、大きい声で喋れとか。なんか、それ言われた時に、あ、なるほどなと、ちょっと思った。だから、日本人ってすごく緊張に弱いらしいんだ。弱い弱い。うん、で、それは、なぜかっていうと、精神的に追い詰めちゃってるって、そうやって。あ、頑張れとか、そういうこと言われる方が逆に緊張したんだって。うわー。で、実際にこう、身体的なこと、こう、背伸ばせとか、うん、声大きく、うん、顎上げろとかって言うと、その、緊張感を忘れちゃうらしいんだよね。じゃあさ、今から自習しなきゃいけない人ってなんて言うの？なんでそれ緊張する？それ緊張する？だから、じゃあ試験で、うん、じゃあ頑張って来いよっていうのは、プレッシャーに当たるってこと？そうそうそう。ダメなんだって。頑張れとかって。ダメらしいよ。なんて言えばね、じゃあ、試験の人に。大丈夫。本当にもう、本当に。いや、俺ね、誰も手紙送ってこなくなるよ。なんで大丈夫って。ひどい。いや、大丈夫って。大丈夫いやいやいや。いや違う。頑張れって言うより、うん、いいだろう、大丈夫って言われた方が。いや、だからそれも精神論なんだろ。まあ、そうなんだけど、そうなんだけど、日本人から言うなら、うん、もう大丈夫だろ。もう大丈夫。それがプレッシャーになるんだって言ったじゃん。だから、求めてた答え的にはその前を向けとか鉛筆強く握るとかなんかあるじゃん。そうね。何大丈夫？わかんない。なんで俺も言った？なんで俺も大丈夫って言ったのかわかんないけど。びっくりしてるよ。本人多分今チャンネル変えたね。ダメだこれ。ごめんごめんごめん。そうだよね。はい、何のための前振りだったか。いや、すごい。さすが。精神論だ。大丈夫って。大丈夫って。精神論だった。いやー、そうだったわ。いいそうか。今日一笑った。なんて言おうか。なんて言おうかね。なんて言う？受験生に向けてだったら。精神論以外でしょ？そう、精神論以外なんだって。精神論以外を言われたいかな。ああ、いや、でもどっちにしろな。緊張してることを忘れさせたい。逆にめっちゃマイナスなこと言われるとかね。うわ、そりゃないわ。いや、多分落ちるよ。
あ、いやそれはダメだよ。いや今日運勢悪かったもんお前。いやそれ精神なんで逆に追い込んでるやつから。いやだからまあでも頑張ってほしいですね。なんかそうらしいから、うん、だからあの自分の中でなんか決めれば、うん、まあそうだね、うん、なんかグッとこう背筋伸ばすとか胸張るとか。俺でもさ昔さこういうお便りとかもらってもさ、うん、なんか何とも思わなかったの、うん、受験頑張ってくれとか思わなかったんだけど、なんか最近こう大人になってからか、うん、なんかこうちょっとそのファンの人が、うん、なんかこう就活とかその受験頑張ってるとか聞くのがなんかほっこりしだしてるっていう、ね、どういうところにほっこりするのそれ。えどういうところにほっこりするの。いや頑張ってそのね、ライブ来て暴れてる姿だったりとか、はいはいはい、そ楽しんでる姿しか見てないから、そういう別の顔を持ってるわけじゃないですか、うん、普段仕事とかで。いやだからそういうのね、だからたまに聞いたりするのよ、ツイッターで。仕事何してんのとか言うと、すげえ弁護士とかいるからね。おお、マジで弁護士さんなの、うん、っていう、うん。なんかね、じゃあ俺がなんかやらかした時、お願いします。お願いしますね。あ、いるんだ、弁護士なんて。そう。へぇー。だから頑張ってほしいですね。そうっすね。と思います。まあ、はい、だから受験、まあいいわ。頑張ってください。大丈夫、はい、はい。頑張ってくださいっていうのはいけないでしょ、だから。ダメなんだ。それはお前の、大丈夫ね。大丈夫。海外の人のやつ。はい。じゃあリクエスト、いきますよ。はいはい、はい。リクエスト。最後ですね。リングネーム、ルキさん大好きな、カヨかなこれ。カヨさん。代々木の DVD を見ていて、いつも痺れます。最初の始まりのところの、カイさんのドラムソロで、ドラムに合わせてルキさんが動き始めて、葵さんのギターが始まる、あの場面がたまらなく好きです。もともと嫌がってたぜひ、ラジガゼで流していただきたいですが、よろしくお願いしますと。はい。はい、じゃあ、聞いてください。ガゼットで、ゴッテス。今夜はもうね、あとエンディングだけなんです。はいはい。なのでまだちょっと宣伝させてください。はいはい。我々3月10日に、国立代々木競技場第一体育館で15周年記念ライブ、大日本一団芸者として暴動区愚鈍の桜、こちらをライブやりたいと思っております。はい。なのでぜひ皆さん、もうね、あと一般まではまあまあ待ってる感じですか、みんな。そういう感じですね。ですね。はい。楽しみにしてください。えい。はい。で、引き続きなんですけども、はい、テーマが変更します。2月から。引き続き？いや、テーマで話すっていうことは引き続きなんですが。なるほど。そうなんです。はい。分かってください。はい。で、テーマの変更として、うん、バレンタインデーの思い出、うん、受験、うん、怒り、うん、そして、闇深い話と。たくさんのメールをお待ちしておりますというところで、送り先をもう一度言います。うん、ラジガゼアットマークインター FM.jp、はい、ラジガゼアットマークインター FM.jp、ツイッターはハッシュタグラジガゼ897、ラジガゼはカタカナでつぶやいてくださいということで、うん、はい、終わります。うん。どうでしたか？いける？来週もこれ。でもなんかやっぱり、うん、ちょっとやっぱカイ君と一緒にやるとぐちゃぐちゃになる感じ。ぐちゃぐちゃになる。なんでレータじゃなかったんだよっていうところあるけどね。絶対レータの方がいいんだって、こういうのは。いや、あいつもぐちゃぐちゃだよ。ただなんとなくピッて終わるよ。そうだね。締め方がうまいからね。いやいや、もうしょうがない。だからね。はい。じゃあ来週もこのテンションで頑張っていきたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。はい。それではおやすみなさい。バイバイ。バイバイ。